はい、皆さんこんにちは。 TI からのプライスと申します。さあ今回の動画なんですけども、新しく新レジェンドキャッスル、ニューキャッスルというレジェンドの情報っていうのが判明しました。で今回はですね、このニューキャッスルの最新のアビリティ、パッシブウルトの情報、そしてこれが果たして今後カジュアルやランクで使われていくのかについてね、詳細を話していこうと思います。ではまず前から話していきましょう。で前々回の動画ではですね、今回の一連のリークにおける機質情報であったネメシスバースト AR の情報を解説しました。しかし現在これ以外にも今後登場するとされている新キャラだったり、あと射撃演習場の進化、また新マップの探索様子やストーンポイントの変化など、現在 APEX に登場する可能性が高い様々な情報が出ています。でもし皆様の中でこういった情報が見たいといった意見があれば、ぜひともねコメントしてほしいです。で今回はこれらの情報の中で最も直近に登場する可能性があるニューキャッスルについて、このレジェンドの現在判明しているアビリティやその使いどころ、そして今後どのシーズンで登場するのかについてもね、詳細をこちらで話していこうと思います。それでは今回の動画のタイトルといたしました、新キャラニューキャッスルの最新アビリティ情報ということで、今回はねこちらに関する詳細を話していきます。よろしくお願いいたします。ではまず1つ目、今回のねキャラの解説からしていきましょう。でまずこのキャラはキャッスルと名前がついている通り、一種の城をフィールド上に構築できるキャラであるんですね。でこのキャラはジブやコースティックに引き続き鉄壁を持っておりまして、これによってダメージが 15% 低減されます。しかしこの鉄壁が適用されるのはヒットボックスの大きいキャラのみであるため、このニューキャッスルもかなり体格がでかいキャラである可能性があるんですね。またこのキャラはエイペックスでもかなり珍しい守りに完全特化したキャラでありまして、で耐久値の高い防御壁を数多く展開して、で味方の蘇生においても昔のライフラインのようにシールドを展開することができます。ではね実際にこのキャラのスキルに関しては話していきましょう。でまずパッシブですね。まずこのパッシブはリトリーブザウンデッドというパッシブでして、これは倒れた味方を引きずりながら復活させリバイブシールドで保護するという昔のねライフラインと似たようなパッシブを持っています。でこれによって、まあ、蘇生する最中、例えばインファイト時であったとしても、これね敵の車線が通っているところであろうとこれ、ね、蘇生することができます。だからね、まあ、こちらはもしかしたらライフラインに、まあ、このスキルだけでも、これ取って変わるような、このね強いパッシブを持っております。で次にアビリティですね。これはモバイルシールドと呼ばれるものでして、これは動くエネルギーシールドを作る制御可能なドローンを投げるというものなんですね。でこれはですね、まあ、本当に自分1人か、まあ、2人ギリギリ守れるかくらいの結構ちっちゃいシールドっていうのを展開しまして、で方向を指示することによってそっちの方向にこのドローンが向いて、であらゆる角度の、このね射線っていうのを防ぐっていう、そういったものです。でこれに関してはですね、耐久値などは現在設定されているっていうわけではありません。だからね、まあ、ずっと撃たれたとしてもですね、このパッシブっていうのは、ずっとこのシールドっていうのを展開し続けます。ただね、まあ、これ秒数によって、これシールドが、消える、そういった仕様となっております。はい。で次にアルティメットキャッスルウォールなんですけども、これは対象の味方やエリアに飛び出して、でそれで叩きつけた上でこれ要塞化させるっていうものなんですね。でこれ、実際にこんな感じで、シールドをですね結構な広範囲にわたって展開しまして、でその上でですね、まあ、これ一応耐久値などは設定されているんですけども、まあ、このように、かなりの広範囲に関して、射線を切ることができるっていう、そういった、ウルトを展開することができるんですね。まあこれら3つのパッシブアビリティ、そしてアルティメットすべてにおいてこれ完全に守りに特化してるんですね。でこのようにこれまでのエイペックスでも類を見ないほどの防御特化キャラでありまして、で他の防御キャラであるランパートなどとは完全には競合しない性能となっているんですね。で例えばランパートとかあったらこれねシールドをもちろん展開するんですけども、その上で攻撃という形でシーラーをね展開することも同時にできます。だからね、まあ、こういったバランスがですね、防御と攻撃のバランスが取れているキャラっていうのが今はたくさんいたんですけども、このニューキャッスルに関してはもう完全に防御以外ではですね、ほとんど、このスキルがないっていう、そういった結構珍しいキャラなんですよ。ではこのキャラはですね、果たして今後ランクマッチや大会などで使われるのか、そして、登場時期などについても考察していこうと思います。でこちらはねニューキャッスルに関しまして、これねめっちゃ強いんじゃないかとか、また逆にですねこれくらい振り切っていると逆にこれ使いどころがないとか、まあ、そういった意見何かございましたらぜひともねコメント欄にご質問のほどよろしくお願いいたします。では次に2つ目、この、ニューキャッスルの考察についても、ね、話していきましょう。でまず1つ目、ランクマッチでの使用率についてですね。でランクマッチでは当然、これ防御するべき時っていうのが絶対にあります。例えば最終円とかに限って、これね遮蔽物がほとんどない、最終リングっていうのも存在します。
します。こういったタイミングにおいてこうニューキャッスルっていうのはかなりのね性能を発揮する可能性があるんですよ。ただやっぱりね、まあ、ランクマッチでは現在キルムーブ、まあ要するに攻撃をメインとした立ち回りっていうのが結構流行っております。だから、まあ、その攻撃をメインとした立ち回りにおいて完全な防具キャラっていうのはあまり使用できないんじゃないかっていうふうには思います。しかし、まあ、例えばランクマッチでは当然ねアンチを先取りしてその上で家を固めたりとかそういった守りに特化する立ち回りっていうのも同時に存在しております。だからね、まあ、こういった点においてはですねこのニューキャッスルっていうのは使えるんじゃないかっていうふうには思います。しかしランパートのように何個も壁を展開できるわけではないんですね。だから、まあ、そういったところにおいてはですね、まあ、このキャラの研究そして新たな立ち回りの構築っていうのが必要になってきます。では次に2つ目、カジュアルでの使用率なんですけども、これに関してはかなり低いと思われます。っていうのもカジュアルではですね、まあ、当然キルムーブとか守りとかそういうものは一切関係なくですね、まあ、とりあえず敵がいたらそっちの方向に向かってキルするっていうのが主流の立ち回りです。だから、まあ、こういったカジュアルではですね大会のようなこういった守りに特化すべき時っていうのがあんまりないんですよ。だからそういった点においてはこのねニューキャッスルっていうのはあまりカジュアルでは使用されないんじゃないかっていうふうに思います。だからね、まあ、このニューキャッスルはおそらく、まあ、初動のこのピック率に関してはあまり高くないんじゃないかっていうふうに予想します。はい、次に3つ目、登場時期なんですけども、まあ、こう登場時期に関しては先ほども言ったようにですね直近で登場する可能性が高いというふうに話しました。でこれがなんでかって言いますと他にもですね、まあ、何人か5、6人レジェンドが判明しているんですけども、これらの中で唯一ですねこのキャラのモデリングっていうのが完成しているんですよ。だからあと残すはボイスラインの設定のみなんですけども、まあ、ここまで進行状況が進んでいるのはこのニューキャッスルのみなんですよ。だからそういった点においてもうシーズン13かそれ以降の直近でのシーズンの登場っていうのが可能性として高いです。しかしこれね他にも情報が出ているのが他の新レジェンドですねがシーズン13に別のキャラが登場するっていうことが現在予想されております。でこれに関してはですね現在情報がほとんどないんですけども、しかしこのシーズン13で登場するキャラっていうのが他にどうやら決まっているらしいんですね。だから、まあ、これに今後取って置き換わるのかそれともシーズン14以降で登場するのかっていうのはまだ分かっていません。しかしこのシーズン13で先ほど言った登場する可能性が高いキャラっていうのはまだモデリングすら完成していないような状況なんですね。だから、まあ、そういった点においては今後ですねスケジューリングがこれ入れ替わった上でニューキャッスルが初めのシーズン13に登場する可能性も同時にあります。はい、まあ、こんな感じですね、まあ、現在様々な情報っていうのが出ているんですけども少なくとも現在このニューキャッスルについて判明しているのはこのスキル情報のみなんですね。だから、まあ、これに関してまた最新情報が判明したらですねこちらのチャンネルにて動画にしていこうと思います。はい、まあ、といった感じで今回の動画以上となります。もしこちらの動画ですね参考になったまた面白かったって方いましたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではこちら TI からのプライズがお送りしました。また次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。